こんにちは。イエーイ、久々です。久しぶり。旧友ですね。急な嫌いでしたけど、マジスペシャルゲストじゃない。ケッチャー Vlog のために。そう、ありがとうございます。スケッチャーの仲間さ。そう、スケッチャーの仲間なんです。今日は何を？ノーコンやるよ。ノーコンプライ。でも2種類ある。なんか今日ね、ここ来るまで一回見たんだけど、はいはい、なんかね、みんな大体やってるのがなんか足をね、つけたままずるってやるやつなんだけど、別にそれがダメとかじゃないけど、なんかポップしてたら、うん、それとなんかずるってやつと2種類ある。どう？ハートしてくれるとか。そう、ますか？初心者向け、ガールズ向け、ガールズ向けかな。女の子が見てくれたら。そうだね。はい、まずノーコンプライとはどういう技か。そう、板を、はい、180度回転させて、はい、そしてね、自分ボディバリアルして。馴染み深いよね、もうね。おしゃちょい技。おしゃちょい技です。うん、てか最初見せるね。うん。1個目私がよくやるやつ。うまいね。1個目は、うん、これみんながよくやるやつ。うん。だそうです。味が出てるね。渋い。2個の違い分かった？視聴者の皆さん。分かったと思う。テールが。そう、テールをなんか離して、うん、ブーンってやるやつか、うん、ずるってやるのをこう。なるほどね。でもこれ後々結構重要だからね。あ、そうなの。勉強になります。はい。本当だよ。じゃあスタンス教えてください。スタンスは、はい、これがまず違うの。あ、そう。1個目のやつはなんかこんな感じ。真ん中叩きますみたいな。あ、そう。真ん中よりちょっと今右足ちょっとやるわ。本当だ。真ん中叩いてるわ。オーリーと変わんない。てか、もうどこでもいいって感じ。前足は、前足は前足こうやるんだけど、うん、初心者なんか足うまく合わせないみたいな人は、うん、なんかほんとキックリップみたいにこうこっち側寄せといた方がいいと思 う、 そうだ、ね、なるほど。1個目のやつはポップしてるから足外れてるし、なんかよいしょって感じなの。ピョンみたいな。けど2個目はもう片時も離れないから、はいはい、うん、あ、二木道山ってことですね。一緒一緒。そんな感じだよ。そんな感じらしいです。片時もこれめっちゃおもろいな。これなんで重量なのかっていうと、はい、なんかね、ノーコンの種類で、うん、なんか戻すやつがあって、リバート。リバート、うん、リバートだと、この離さない、ズルズルのやつじゃないとできないの。あと、逆に、ノーコン単体で見せるときは、ああ、離した方がいいと。離さないと、おー、うまい。ほうほう、使い分けが大事なのね。はい。まあ、あとは、ポップした方が私は見栄えが、うん、まあ、見栄えがいいよね、ノーコンの単体としたら。みんなはこれを見てる方々は近しい方やればいいと思う、うん、やりたい方、やりやすい方ねって感じ。そんな感じかな。やり方はなんかある？うん、練習ってか、なんかこう人と話してる時とか、うん、それ、俺もね、それ教えようとした。フロントボックもそうだけど、その動きに板がこう、ペッて回る人は、うん、もう乗れる、マジ乗れる。確かに。あ、まあ、分けて考えてね。結構ね、いいと思う。ここまでは板を回すのが完了した人ってこと。次、乗りに行き方。いきなり乗りに行くの大変だから、うん、こうやって最初これからでいいと思ってる。 1、2、3って感じだね。ああ膝めっちゃ曲げたら、うん、もう余裕。何でもこれはノーコンじゃなくても困ったら、大体乗れないと思ったら、うん、いつより中心に引っ込んで、あ、 あとは、あとは、あとはまあ何でもそうだけど真似してみてくださいだね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。一応この後動画流すんで、うん、参考にしてもらえたら。参考にして、みんなスケボー頑張って。イエイ。だそうです。以上ナナでした。バイバーイ。あ、そうか。言いたかったやつです。みんな。はい。見てる？チャンネル登録と、はい、いいね。もういいね、100回ぐらいいいね。ビビビビビ。やるスケーターが増えますように。
Ha ha ha.